ヨハネによる福音その時イエスは言われた私の羊は私の声を聞き分ける私は彼らを知っており彼らは私に従う私は彼らに永遠の命を与える彼らは決して滅びず誰も彼らを私の手から奪うことはできない私の父が私にくださったものは すべてのものより偉大であり、誰も父の手から奪うことはできない、私と父とは一つである今日も一日お疲れ様でした、おやすみなさい。